はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、タッツンを書いていきたいと思います。カラピチメンバーの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。輪郭をまずほっぺをぷくっとさせて、お餅みたいな、で耳で鼻をチュンと書いて、眼帯を右目の位置にちょっと大体で取っておきます。で、右目は上のラインをくるっと丸く書いて、箸をちょっと下ろしていきます。で、瞳を縦長の丸で書いて、白いハイライトの丸、黒い瞳の丸で楕円を描きます。で、目の下のラインを、二重のラインを、で、眉毛キュッ、で、口はちょっと大きく開けて、歯をギザッとさせます。で、ほっぺくるくるくるで、前髪は右目からスッと上に上がったところからグッと上げて、スッと下ろしていきます。で、もう一本ピザで、耳をくどくで、生え際チュッチュッと書いて、こっちも顔の端に向かって下ろしていきます。もうちょっと輪郭邪魔なので消して、でもう一本下ろして、クイッと外跳ね、で、この横のところももう一度外跳ね、で、この毛の分け目からグイッと毛束のラインを描きます。で、この右目からさらにスーッと上に上がっていったところに分け目をグイン、こっちもちょっと短めにグイッと作って、で、丸くぐー、外はね、外はね、外はねと、で、最後に眼帯の紐をピーッと引っ張っていきます。で、こっちは台のラインと眉毛の間にピーで、耳の下にピーピーと、で、眼帯はちょっと黒く形で引っ張ります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。